3連休最終日の今日、県内の観光地やレジャー施設には多くの観光客が訪れ、行楽の秋を楽しんでいました。鹿児島県から来ました。兵庫県から来ました。はい。県内有数の観光スポット、由布市湯布院町の湯の坪街道はこの人通り。訪れた人たちは散策をしながら買い物や食べ歩きを満喫していました。たくさんにぎわっててすごく楽しいです。さっきあそこでアイスを食べました。ご飯食べて温泉に入ります。今日は県内ほとんどの観測地点で30度を超える真夏の暑さとなりましたが、金鱗湖周辺の木々はうっすらと色づき始めていました。一方、標高およそ800メートル、高原を吹く風が涼しい竹田市九十町のガンジー牧場は、この3連休も多くの家族連れでにぎわいました。えなちゃん、あげてごらん。えなちゃん、ほら、はるちゃん、上手よ。怖くない。すごい。子どもたちに人気を集めていたのは、動物との触れ合い体験。馬に乗ったり、ヤギやウサギに餌をやったりして、連休の楽しい思い出を作っていました。餌あげるの楽しかったです。たくさん食べたのが嬉しかった。お馬さんに言われてなんかワクワクして楽しかったです。みんなで来れていい思い出になりました。ひじ町のハーモニーランドは早くもハロウィーンムードに包まれています。ひじ町のハーモニーランドにやってきています。ハロウィンをテーマにした衣装に身を包んだキャラクターたちが華麗な踊りを披露しています。ハーモニーランドでは今月15日からハロウィーンをモチーフにしたパレードがスタート。子どもたちはキャラクターと一緒にハロウィーンダンスを楽しんでいました。今年の9月の3連休は天候に恵まれ、来場者の数も好調だということです。楽しかった。面白かったです。マネラちゃんとかいっぱい出てきてとても楽しかった。お化けが出て喜んでました。子どもたちが、おじいちゃんがもう休みだから一緒にパレード見れてよかったね。各地で笑顔があふれたこの3連休。夏に続き、秋の行楽シーズンもにぎわいが戻っています。